大村寿司大村寿司は長崎県大村市に伝わる郷土料理。伝承によれば大村寿司の起こりは室町時代中期とされる。1474年、島原半島の領主有馬基準が大村領に侵攻した。当時大村を支配していた大村市の当主、大村順位は大敗して松浦郡かから島に逃れ、後に小西島の支援を得て反抗。 1480年に大村に帰還することができた。この時、両主の帰還を喜んだ領民らが歓迎のために、食事を振る舞おうとしたが食器が足らず、浅い木箱に炊きたての米飯を広げて、魚の切り身や野菜のみじん切りなどを乗せ、さらにそれを挟むように飯や具を乗せた押し寿司を作り、兵が脇差しでこれを四角に切って食べたのが、現在の大村寿司の発祥とされている。 昔は、奈良付を使用した寿司もあったその後、大村の一般家庭で広く祝い事や、来客の共応に作ることが定着し、現在では、市内の食堂のメニューや土産物にもなっている。なお、大村市内に伝わる、伝統芸能の黒丸踊りやことぶき司古踊りも、大村寿司と同じく順位の期間を祝ったのが、始まりと伝えられている。2020年に、 砂糖文化を広めた長崎街道、シュガーロードの構成文化財として日本遺産に認定された。ありがとうございます。